今回の広報展につきましては、オランダのオッテルローにありますプレラーミュラー美術館のコレクションを中心にご紹介をするものです。今日世界的に、ゴッホの評価も人気も高い画家になりますけれども、そうしたゴッホの評価は人気はどのように高まってきたのか、広がってきたのか、その一端に迫る展覧会になります。で、今回注目するヘレーネ・クレラー・ミュラーもそうしたゴッホの名を世界的に広める、立役者の一人と言える女性になります。公開という点ではヘレーネは自らの楽しみのためだけにコレクションを作ったわけではなくて、1908年にゴッホの作品を初めて購入してから、5年後ですね、1913年には、ミラー社、会社の隣の建物でコレクションの公開を始めます。まだ世界中のどこの美術館でもまとまったゴッホ作品を公開している施設がない時代にゴッホの常設展示場を作った、つまりヘレーネのその場所ができたことで、人々がゴッホの作品を実際に目にして評価をする、好きになる嫌いになる、そういう場を作ったという意味でヘレーネの果たした役割というのは大きなものです。糸杉には死を象徴するというふうに解釈されることもありますけれども、こうして実際の作品を見てみますと、やはり、自然のこの生命力の強さですとか、そちらの方が強く出ているようには感じます。それから色彩について言いますと、ゴッホはサンレミに移ってから糸杉を、本格的に取り組み始めるわけですが、特にこの色彩、暗い緑色について、そこにすごく魅力は感じるけれども、なかなかこれを表現するのが難しいということを手紙で繰り返し述べています。で、約1年かけて糸杉何とかに分けてですけれども描いた中で、最後に描かれたこの作品では、さまざまな豊かな緑と、非常に黒に近いような緑まであって、こう天に伸びていくような力強さを感じさせる、色彩が使われています。